エリーゼお姉ちゃん？あら、ソフィー、ごめんね、気づかなくて。ううん、いいけど、何を読んでるの？絵本よ、自分で書いてみたの。え、エリーゼお姉ちゃんが書いたの？そうよ。読ませて。それはちょっとダメなの？まだ完成してないのよ。今は全体を通しての流れを確認していただけなの。まだまだ細かい部分が詰め切れてなくて、だから今はちょっとね。そっか、残念。でもどうして絵本を書こうと思ったの？昔ね、おじいちゃんが難しい本を絵本にして読み聞かせてくれたことがあったの。だから私も子供たちに読み聞かせてあげられるような絵本を作ってみようかなって。本にもっと興味を持ってもらえたら私も嬉しいから。じゃあその絵本が完成したら子供たちに読んであげるんだね。ええ、もちろんよ。どんな感じになるのかな、楽しみだな。ソフィーの期待を裏切らないためにも頑張るわ。足りなくなってた商品仕入れておいたわ。また買っていってね。